民進党はかつて存在した日本の政党。自由、共生、未来への責任を決闘の理念とするリベラル政党である。日本語略称は民進。2016年当時野党第一党であった民主党の後継政党である。2016年3月27日に民主党に維新の党が合流し、改革結集の会の一部、無所属の議員も参加して、 民主党が解消する形で結成された。そのため新党結成という形をとってはいるが、総務省に届け出をしている法人としては、旧民主党が解散せずにそのまま同一団体として存続していた。決闘時から2017年9月までは、衆議院、参議院両院で野党第一党を形成していた。2017年9月28日、 第48回衆議院議員総選挙直前に希望の党に合流するという前原政治民進党代表の案が登場人間次会で承認され両院議員総会においても全会一致で採択された同党より合流を拒否された左派系旧民主党政権色の濃い議員らは10月3日に枝野幸男が結成した立憲民主党へ入党したり 党籍を残したまま無所属で立候補した。これにより、民進党は事実上の回答となったとも報じられたが、同年10月27日の両院議員総会で合流方針を撤回した。その後、旧民進系3党の再結集を模索し、立憲側は再合流を断ったものの、希望側の一部は応じたため、2018年5月7日、国民党を吸収し、 国民民主党に党名を変えた。民主党と維新の党の合併に際して、旧維新の党の松野来旧代表はかねてから、民主党という名前の政党に合流することはないと述べており、民主党への合流も党名変更が条件とされたため、党名決定が課題となっていた。両党の国会議員からなる新党協議会、党名検討チームが組まれ、 話し合いの場が持たれたものの、両党の間に隔たりがあったため、2016年3月3日に、両党が記者会見で合流に伴う新たな透明案を同月4日から6日にかけて、両党のホームページとファックスを使って国民から一般募集すると発表した。最終的に19933件の応募が集まり、多かった案から順に民主党、 立憲民主党、民進党、新民主党となった。公募結果も参考にして、10日には2つの新党名の案が決まり、民主党側は立憲民主党、維新の党側は民進党を提示した。両党がそれぞれ実施した各サンプル数、約2000の電話世論調査の結果、民主党の調査では、民進党24.0%、立憲民主党18.7%、 維新の党の調査では、民進党25.9%、立憲民主党20.9%といずれも、民進党が立憲民主党を上回ったため、14日に、新党名、民進党が決定した。また3月22日には、新党名の辞退を発表した。2016年3月22日に発表された、党名の辞退、民進党という党名について、 発案者の枝田賢治は、読んで字のごとく、民と共に、進む政党を。国民の立場に立って、政治を進めていく意味を込めた。新という字は、進化、進歩という言葉があるように、改革を前進させていくという意味も込めたと説明した。英語名について、維新の党側からは、民主党と維新の党を組み合わせた、デモクラティックイノベーションパーティーが提案されていたが、 民主党側から略称のディップを問題視する声が出たため民主党の直訳にあたるザ・デモクラティックパーティーが採用された。2010年代の第3局の理合集参民進党の前進政党の一つである民主党は自由民主党と二大政党を形成していたが2012年のゲアゴア勢力を長らく回復できず安倍晋三が自民党 公明党の絶対安定多数の下で長期政権を築いていた。2014年の第47回衆議院議員総選挙で野党各党は小選挙区での立候補者調整を行ったが、自公両党は議席数をほぼ維持した。民主党は議席を回復したものの自民党の3分の1にも達せず、 さらに代表の海江田万里が落選するなど、勝利とはほど遠い状況であった。海江田に代わって、代表に就任した岡田克也新執行体制のもと、民主党は野党第二党の維新の党との連携を図る。維新の党は、自公、民主間での立ち位置をめぐって松野来急代表など、民主党や旧栄の党出身の勢力と、 橋本徹初代代表などの旧日本維新の会計勢力が対立していたが、2015年8月に、橋川をはじめ大阪系の議員が党を割り、大阪維新の会を結成した。また松の橋本どちらにもつかない勢力が、改革結集の会を決闘した。維新の党の分裂後、民主、維新両党は急接近する。前後して8月から9月頃、 平和安全法制審議で、両党以下一部野党は強硬な反対運動を繰り広げており、このような雰囲気も行動を後押しした。8月31日、岡田と松野の両代表が会談し、野党再編を視野に、両党が政策や選挙で協力する協議機関を第189回国会閉会後に設置することで合意した。野党再編の方法については、 維新の党側が両党を回答した上で新党を結成することを主張し、民主党内でも回答論が浮上。9月10日には民主党の支持母体の日本労働組合、総連合会の小賀信明会長が選択肢の一つと言及した。11月11日には民主党の細野武史政調会長と前原誠司元外務大臣、 維新の党の枝健事前代表が会談して年内に、両党会党新党を結成すべきとの認識で一致し、細野木前原が岡田に回答を申し入れたが、岡田は回答論を否定した上で年内の統一会派結成に取り組む意向を示した。12月18日、衆議院統一会派、民主、維新、無所属クラブが結成された。 参議院側の統一会派については、維新の党側が2016年の参院選で議員が埋没しかねないとの懸念から延期されたが、両党間には政府提出の給与法改正案への賛否などに隔たりがあり、統一会派結成を前に課題も存在した。2016年1月6日、維新の党は日本を元気にする会と参議院、統一会派、維新。 元気の会を結成したが、民主党側の不信を招いた上、維新の党が民主党に補調を合わせて、給与法改正案賛成に転じ、統一会派内で対応が割れる事態となった。2月22日、岡田、松野両代表が会談し、民主党が維新の党を吸収合併することで合意した。さらに4日後の2月26日に、岡田、松野の代表会談が再び行われ、 民主、維新の両党が3月中をめどに合流することで正式に合意した。この九州合併は1998年に民政党、新党友愛、民主改革連合が1996年結成の民主党に合流した際の方法を踏襲するものである。両党回答、新党結成による場合と異なり、この方法では 旧民なの党の比例代表で選出されて、UI の党から維新の党に合流した参議院議員5人は国会法第109条の2の規定により改選を迎えるまで国会議員職を維持したまま新党には合流できない。3月14日には新しい党名を民進党とすることが決定。22日には改革結集の会議員5人のうち4人も合流することが決まる。 二十五日に岡田、松野が合併協議書に調印した。三月二十七日、民進党決闘大会に先駆けて午前中に行われた維新の党の臨時党大会において、民進党結成のための回答の決議が全会一致で採択された。維新の党の議員のうち、二0 1年に民主党内閣不信任決議に賛成したり二0 1 2年に民主党を離党して、 新党結成に参加した半党行為で、石関隆今井正人、大田和美、初鹿秋広、牧義雄、松木健康、松野来宮、水戸正氏は民主党から除籍されていたが、今回の合流によって事実上復党することになった。3月27日午後、東京都内のホテルで民進党決闘大会が開催され正式に発足した。 来賓として上津里、末と、茂木健一郎、大沢マリ、奥田愛貴らが挨拶した。決闘大会では、決闘宣言、綱領や、初代代表に、旧民主党代表の岡田を起用することをはじめとする、初代執行部の人事についての承認が議決され、全会一致で採択された。初代執行部は、旧維新の党出身の枝健二と、 今井正人がそれぞれ代表代行と幹事長代理に就任した以外は、初代党首の岡田や、幹事長の枝野をはじめ旧民主党出身の議員が顔を揃えた。一方、旧維新の党の代表だった松野は、かつて民主党を離党したことなどを理由に自らは民進党の役職に就くことを辞退している。なお、旧維新の議員は派閥を立ち上げ、党内最大派閥となった。 3月28日、衆議院会派、民主、維新、無所属クラブが、民進党、無所属クラブに変更。30日には、参議院会派、民主党、新緑風会が、民進党、新緑風会に変更した。なお、共同会派所属国会議員の地位に関する、経過規定により、2019年9月まで、旧民奈の党の比例代表選挙参議院。 議員5名は改選まで無所属でありながら党役員への就任や両院議員総会での議決権行使を許されて民進党所属国会議員に準ずる地位を有するものとされたが産経新聞から無所属議員を党所属議員として扱うという政党政治の根本が問われるような異常な事態と批判された。地方組織においても旧民主、旧維新の一本化が進められたが 神戸市会などのように並立状態が継続している議会もある。5月19日、4月に募集した党のロゴマークについて、3676通の応募から選ばれた最終候補の4作品の中から、地方組織や所属国会議員の投票で選ばれた新ロゴマークを発表した。この新ロゴマークは、最終候補4作品のうち、エインと呼ばれたもので、 青と赤の2本のラインで民進党の頭文字に当たるアルファベットの M をかたどり、党の理念として掲げた自由、共生、未来への責任を表現するとともに未来に向かって共に進む姿もイメージしたという。反自民勢力による選挙協力決闘後の半年間で大規模な選挙が連続して行われ、いずれも共産、社民、生活の各党との連携下で行われた。 4月24日、決闘後初の国政選挙となる衆院補選が実施された。京都3区は共産党が候補者擁立を取り下げたことや、自民、公明の与党が候補者を立てずに不先輩を取ったこともあり、前回比例復活していた民進公認の前職、泉健太が圧勝した。一方、北海道5区では民主党現職員の池田真輝を擁立。共産党が 民主公認ではなく無所属候補として出馬することなどを条件に先に出馬を表明していた候補者の立候補を取り下げ、共産、民進、社民、生活推薦の野党統一候補として無所属で出馬し、自民党公認で公明党らが支援の和田義明に挑んだが赤敗した。7月10日実施の第24回参院選では野党4党が一区で、 候補者調整を行い、一部の選挙区で共産が公認候補の擁立を取り下げたり、逆に民進が、共産、社民、生活の多党系の候補に枠を譲るなどした。最終的に民進党は選挙区に33名、比例区に22名の候補者をそれぞれ擁立した。その結果、選挙区で21、比例で11、合わせて32議席を獲得した。 前回の参院選で民主党が獲得した17議席を上回ったが、改選数の45議席には届かなかった。参議院会派、民進党、新緑風会には野党統一候補として無所属で当選した船山康江が加わり、勢力は51名となった。参院選の直前になって東京都知事選の実施が決まり、これもまだ野党4党で、 統一候補を出すことが決まった。参院選と並行しての候補者選定が、民進党東京都連の主導で進められ、鳥越俊太郎や古賀重明などに出馬を打診したが、なかなか決定しなかった。12日になって、党本部と鳥越が連絡を取って鳥越が出馬を、決断、4党が鳥越を統一候補として推薦し擁立。 しかし候補決定が直前まで難航し、政策等の準備不足や4党の連携の足並みが揃わなかったこともあり、自民党を割って出馬した小池百合子にダブルスコア以上の差で敗れ、自公などが推薦した増田博也にも及ばない3位に終わった。代表選と岡田の不出馬決闘後初の代表選が9月に行われたが、参院選で野党4党が候補者を、 調整して挑んだ一陸では11勝21敗で与党候補に負け越したことや会見勢力の3分の2に席獲得を阻止できないなど岡田が推し進めてきた野党共闘は自公勢力に打撃を与えるに至らなかった岡田は自らの地盤である三重県選挙区で候補が敗れた際は代表を退任することを宣言していた選挙の結果三重県選挙区では 勝利を収めたものの、党自体の選挙結果は不審に終わる。この結果を受けた岡田は代表選挙への出馬については、白紙であると述べるに止めたものの、党内からは岡田に対する責任論が紛失。7月30日、代表選挙不出馬を表明する事態となった。代表選には、蓮舫、前原誠司、玉木雄一郎の三者が立候補した。 選挙戦では民共共党の是非や与党が推し進める憲法改正論議などが焦点となった。また選挙戦後半には、連邦の二重国籍問題がクローズアップされることとなる。9月15日、投開票が行われ、連邦が前原、玉城を大佐で下し、新代表に選出。女性の党代表は、旧民主党時代も含めて初となった。また、 野党第一党の党首に女性が就任するのは日本社会党の土井高子委員長以来30年ぶり。連邦執行部において、連邦の所属する野田グループの会長である野田義彦前内閣総理大臣を幹事長に代表代行には細野武史元環境大臣、安住淳自然国体委員長、枝賢治の3人を、政調会長には大串博自然政調会長代理を、 国対委員長には、山井和則前国対委員長代理。選対委員長には、馬ぶ澄夫元国土交通大臣を起用した。また、前原に対して、東雲にへの就任を打診したが、前原は辞退した。9月21日開催の両院議員総会において、新執行部の人事案の採決が行われ、これを了承。これにより、 連邦体制の新執行部が正式にスタート。また、同じ日には、台湾民進党委員長の蘇吉美善良と会談、交流し、連邦選出に関して、祝意を受けた。連邦体制下では、ウインとなる10月23日実施の衆院補選の公認候補として、東京10区に、元 NHK 記者の鈴木洋介を、福岡6区に、 元在インドチェン内日本総領事館職員の笑い、トミ子をそれぞれ擁立することが常任幹事会で決定された。なお共産党は福岡6区に候補者擁立を表明したが、それと同時に民進党側と野党共闘に向けた協議を始める方針を表明し、協議の結果次第では4月の北海道国保選と同様に擁立を取り下げる可能性も示唆した。 また、東京10区でも公認候補を擁立しているが、野党共闘に前向きな姿勢を見せており、民進党側に対し候補統一に向けた協議を呼びかける意向を示している。また、社民党も民進党側に対して野党統一による候補者一本化に取り組むよう求める方針を示した。なお、この10月補選について連邦は、 これまでの基本的枠組みを維持しながらどういう形ができるのか、これから詰めたいと野党共闘を続ける考えを示した。その一方、政権選択となる次の衆議院選挙については、公領の違う党とは連立しないことを強調した。10月5日に行われた野党4党の初期局長、幹事長会談の場で、福岡6区は民進党、 新いで一本化することで合意に達し、共産党、小林は翌6日に立候補取り下げを表明。また、東京10区は民進党、鈴木で一本化することで合意に達し、共産党、岸は立候補取り下げを表明した。10月16日投開票の2016年、新潟県知事選挙では、日本共産党、自由党、社会民主党の野党三党及び、新社会党、 緑の党から推薦を受けた米山隆一が出馬。民進党は連合との意思統一がまとまらず、表向きは自主投票であったが、実際は連邦を始めた数の所属議員が米山の応援に入った。選挙結果は米山が自公推薦の候補を破って当選した。10月23日に選挙区の補欠選挙が投開票され、いずれも与党系候補に2連敗。 2017年2月14日、同年夏の東京都議会議員選挙に向け、民進党東京都連は、都議会にある会派のうち、これまで統一されていなかった民進党系の2つの会派、旧民主党系の都議会民進党と、旧維新の党系の民進党都議団を合流。新会派、東京改革議員団を結成。3月12日に民進党として、 初の党大会を開催。4月10日、党の保守系議員である長島昭久は、共産党を含む共闘路線が採用され、党の基本政策にまで影響を及ぼすことになった、ことは受け入れがたいとして、離党を表明し、受け入れられず除名された。同月13日には、細野武氏が党代表代行を辞任、8月8日には離党届を提出した。 また、8月1日には、民進党は選挙協力の名のもとに左に寄っている。として、離党届を提出していた、東松健造参議院議員を助席した。2017年都議選、惨敗2017年東京都議会議員選挙では、民進党は、当初36名の公認候補者を立てることを、予定し、小池都知事率いる、地域政党、 都民ファーストの会との選挙協力、候補者調整に乗り出すも、小池知事側は民進党全体との連携は否定した。その後公認候補役議が相次いで離党、都民ファーストの会に入党し、最終的な公認人数は23名に止まった。さらに、民進党の支持組織である日本労働組合、総連合会の東京支部、連合東京は、 都民ファーストの会の支援を約束する合意書を締結した。ただし、連合はこれまで、通り民進党候補の応援も行うこととした。民進党の都議選のマニフェストでは、待機児童を抱える家庭への月額5万円程度の手当支給や、小中学校の給食費無償化など、子育て支援を中心に7つの重点政策をメインに据えたが、都議選は、都民ファースト VS。 自民の構図の中で埋没し、改選前に7議席あった、議席数は2議席減の5議席に終わり、9、民主党決闘以来最低だった、前回の15議席を大きく下回った。この大敗を受け、松原人志と連会長が隕石辞任。連邦以下執行部隕石辞任は否定的であったが、都議選後、地域ブロック懇談会では、執行部に対する不満が相次ぎ、 7月26日、都議選の総括のため開いた、当両院議員懇談会において、敗北の責任を取り、野田が幹事長を辞任。蓮舫は、次期衆議院議員選挙での参議院からの倉替えを表明したが、翌27日には、蓮舫が代表の辞意を表明した。8月23日、離党届を提出していた、横山博之。 木内高谷両衆議院議員を除席した。連邦の公認の代表選には、前原誠二と枝野幸男が立候補、8月21日告示、9月1日投開票の日程で選挙が行われ、前原が勝利、代表に就任した。9月5日、両院議員総会において、執行部の役員人事が承認された。なお、当初幹事長には、 山尾氏より元政調会長の抜擢を内定していたが、主案への疑問や政治経験の不足から党内で異論があり、さらには9月7日発売の週刊文春で既婚男性との交際疑惑が報じられたことを受け、枝野と共に代表代行に内定していた大島に差し替えられる。同月7日に山尾は離党に追い込まれ、前原新執行部は出花をくじかれる結果となった。 山尾の離島に前後し、複数の議員が離島を模索する動きが報じられていることについて、前原は、連邦前代表の時から離島する、離島すると言っていた人がいた。皆それに怯えている。異常な政党だと危機感をあらわにした。前原代表就任以来、前述のようにいわゆる離島予備軍と呼ばれる所属議員に対し、説得するなど異流に徹していたものの、 離島ドミノに歯止めがかからず、9月13日には鈴木義弘衆議院議員が、15日には神奈川県選出の衆議院議員の劉博氏、後藤雄一が、それぞれ離島届を提出。なお離島した鈴木、笠、後藤の3人は、8月に離島した細野武元環境省が結成した、グループ自由警戒のメンバーだった。19日、常任委員会において、 鈴木、笠後藤の3名の助籍を決定した。さらに9月25日には、松原人し元国家公安委員会委員長も、離党届を提出した。これにより、前述の山尾も含め、前原執行部発足から、わずか半月で5人の所属議員を失う形となった。細野ラ離党、助籍となったメンバーは、後日、小池由里子東京都知事が率いる、国政新党、 希望の党の決闘メンバーとなる。離党の動きは衆議院選挙候補者にも広がり、栃木県第1区から立候補予定の現職、柏倉雄二が9月20日に離党届を提出。9月25日には東京都第19区候補の現職、末松義則と兵庫県第7区から出馬予定の現職、畠中三成がそれぞれ離党届を提出した。また、 同日埼玉県第9区の候補も離党届を提出した。翌26日には神奈川県第3区から出馬する予定だった現職の勝又光一郎以外に神奈川10区13区、静岡2区4区から立候補する予定だった新人候補が離党届を提出した。なお、前原代表はこの動きに対し次期衆議院議員選挙において離党した議員の 選挙区に民進党公認の対立候補を立てることも辞さないことを発言したが、統制低迷を受けて25日には、幹事長の大島が新しい政治状況が生まれたとすれば、もう一度私たちも考えていきたいと述べ、軌道修正する可能性を示唆した。希望の党との合流案、立憲民主党の結成9月25日。 東京都知事の小池百合子が希望の党を立ち上げると、同党との連携を探る動きを見せる。一部報道では、希望の党の旗揚げに先駆け、小池と前原が極秘に会談し、民進党と希望の党の合流が協議され、最終調整に入ることで合意がなされていたことが、27日午後の報道によって明らかとなった。また、前原は、 第48回衆議院議員総選挙に関しては、民進党所属の衆議院議員が希望の党に公認申請、立候補することを認める方針を固めた。9月28日、衆議院解散後に行われた、登場人理事会において、党として、比例代表を含め公認候補を擁立せず、希望の党に公認申請を依頼し、事実上希望の党と合流する案が提案され、 登場人理事会が承認。さらに、その後行われた、両院議員総会において、全会一致で採択され、これにより民進党は事実上の回答と報じられた。また、両院議員総会の中では、民進党と小沢一郎率いる自由党を軸とした野党勢力の結集を目指すことを理由に、自由党との合流を提案することも表明されている。 参議院議員の党籍及び地方組織については、そのまま据え置くこととした。同日、連合は、大見直と事務局長名の談話で、大きな塊として、安倍政権に代わる選択肢を国民に示すことが重要であるとして、一連の流れを支持する姿勢を明らかにした。ただし、小池は、民進党出身議員のうち、希望の党側で選抜するとし、 民進党全体との合流は否定した。これにより一部の立候補予定者は公認が得られる可能性が極めて低くなった。また、希望側の姿勢に反発して合流を拒否する者も現れ、このうち一部は無所属での出馬を表明。また、枝野幸男を代表とする立憲民主党が結成された。前原は9月28日に現職、支部長を含めて、 全員が候補になるように尽力したいと述べたにもかかわらず、希望、立憲民主、無所属の3分裂で選挙に臨むに至ったことについて、10月3日にはすべてが想定内だ。政権交代可能な状況を作らないといけないと発言したが、27日には賭けのようなものだった。みんなで合流したいと思ったが、約束を守れなかったと語り、 調整不十分のまま見切り発射したことを認めた。10月12日、小川敏夫参議院議員会長は、希望、立憲民主への移籍組や、無所属議員の再結集を模索し、政党として残ることを表明。しかし、希望、立憲民主党も総選挙後も含め民進党へ、復帰することを否定。立憲民主党の枝野代表は10月12日、BS 富士の番組で、 新しい旗を立てた以上は、我々の旗を大事にしながら、大きな勢力にどう広げていくか、だと述べている。また、希望側も、民進党出身の細野が、フジテレビの報道番組の中で、元の民進党に戻るなんてあり得ないと否定した。10月26日、岡田克也元代表は、無所属で当選を果たした、民進党慶州議員議員の国会活動における、 受け皿を作るため、自身が代表となり、衆議院院内会派の無所属の会を結成し、衆議院議員13名が参加した。そして、選挙後に行われた、両院議員総会の中で、総選挙で不審に終わった、希望の党に合流する当初の方針を撤回し、地方組織を含め民進党を存続させることを正式決定。また、 前原は11月1日の特別国会、召集前に代表を辞任する考えを表明。そして10月30日に再び行われた両院議員総会で前原の代表辞任を全会一致で了承。31日の両院総会で国会議員の投票による3度目の代表選を実施することを決定。前原もこの後希望の党に移籍した。 10月31日、代表選挙が公示されたものの、立候補届出において、参議院愛知県選出の大塚公平以外に届け出がなく、両院議員総会において、無投票で、党代表に選出された。11月8日、幹事長を、町小照彦、国会対策委員長を無所属の会所属の衆議院、議員平野博文とするなど、新執行部を発表した。 透明変更論が党内で浮上していることについて、大塚は、やはり民主党という名前に愛着のある人もいるとして、堂々と帰ってきた民主党、新しい民主党といえばいいと述べた。希望、立憲民主党の統一会派結成構想12月26日、民進党は立憲民主党、希望の党に対し統一会派を求める決議を、両院議員総会で発表した。 しかし一部参院議員から異論が出たほか事実上の民進党衆議院会派となっている無所属の会の岡田代表からも希望の党の一部議員と統一会派を組むべきでないと主張。反発はさらなる離党ドミノへと発展し8日、無所属議員で参議院会派、民進党、新緑風会に参加していた川田隆平が立憲民主党への参加を表明。 11日には、有田義夫。21日には、風間直樹。22日には、江崎隆がそれぞれ離党届を提出し、立憲民主党に入党届を提出した。川田は19日、有田、風間、江崎は26日、立憲民主党への入党を認められた。26日後も、決議に参加した、連邦前代表も離党届を提出した。 そして年末に希望の党、立憲民主党との三党による統一会派の結成を目指し、両党にオファーをした。このうち希望側は民進との統一会派結成に前向きな考えを表明。2018年1月には両党による幹事長、国会対策委員長による会談が持たれ、両党は統一会派の結成に向け前向きに協議することで致、 一方、立憲民主側は民進との統一会派結成を拒否。枝野代表は2018年1月4日の年頭会見において終わった話だと思っているので、我々を巻き込まないでいただきたいと発言した。また、反対に統一会派の結成に前向きな姿勢を見せた希望の党に対しても、残念ながら希望の党と統一会派が組めると思っている方とは理念。 政策が違うのではないか。そうした皆さんと、果たして会派を一緒にできるのかというと、大きな疑問符がつかざるを得ないと指摘。また、これらに先駆けて、愛知県連は、2018年の統一地方選を睨み、立憲民主党との合流を視野に入れて、愛知県議会議員や名古屋市議会議員などが、メンバーの申請愛知を設立した。しかし、 希望の党との交渉後に行われた党の会合では、所属議員から希望との統一会派構想に、先の衆院選で民進出身議員を排除した細野武志ら希望の創立メンバーが残っているとして、反発があり、反対意見が紛失。大塚代表は交渉決裂に追い込まれ、希望との統一会派構想は白紙に終わる。ただ、希望の党側は、 今回の統一会派結成構想の中で安全保障や憲法に関する見解の違いなど党内の分裂が鮮明となり保守系勢力とリベラル系勢力との分党と分党後の民進党への交流へ向け調整を続けることとなった国民党との合併野党再編へ2018年3月読売新聞が民進党と希望の党の執行部が 合流した上での新党結成を模索していることを報道。これを受け、幹事長、マシコ・テルヒコは、記者会見で、希望の党との合流による、新党結成について、遅くとも、統一地方選1年前の4月中、明令の前までには、新しい党の形で戦うのがいいと述べ、さらには希望の党以外からも入党希望者を募る、方針を示す。ただ、岡田克也、 野田義彦ら民進党籍を残した無所属議員による衆議院会派、無所属の会は立憲民主党との統一会派結成を模索しており、党全体が希望の党に合流できるかは、まだ不透明な情勢となっている。3月29日の産経新聞では、3月28日に代表の大塚が翌29日の幹部会合において、希望との合併を提案する意向を固め、 30日に開催される両院議員総会で了承を得た上で4月中の新党設立を目指すとしたことを報道。同日開かれた常任幹事会において合併協議に入る方針を正式決定。民進党は希望の党を九州合併させる形での新党結成を目指すとした。また希望の党側も玉木代表が党内保守派と分党の上、 新党への合流を進める考えを表明。しかし、民進、希望とも合流に反対する議員も多く、分党する案もあるため、党が一枚岩となって合流するかどうかは、不透明となっている。また、民進党側は、新党に立憲民主党も合流させる予定であったが、立憲民主党、枝野代表は、長田町の数合わせのような権力ゲームに巻き込まれない、として、 新党構想には加わらない意向を改めて示した。4月2日の執行部役委員会でも民進党の新党構想には応じない姿勢を再確認し、新党結成申し入れのための党首会談の呼びかけに対しても応じない姿勢を示した。4月9日、民進党の大塚代表が玉木雄一郎希望の党代表と会談し、当面は共同代表制とするなどの合流協議を 再開した。これに対し、杉尾衆斎参議院議員が合流に反発し、民進党を離党、立憲民主党に入党した。4月17日には、衆議院会派、無所属の会の全メンバー14人のうち新党に合流する方針を示しているのは3人ほどであると報じられた。4月24日、新党協議会で合併後の透明を、 国民民主党とすることを決定した。4月26日に国民民主党結成の合意書に署名し、5月7日に決闘する方針で正式に合意した。なお、手続きとしては5月7日にまず希望の党を回答し、玉木ら新党合流組が国民党、松沢成文参議院議員らが希望の党をそれぞれ決闘する形で分党し、このうち玉木らの 国民党が翌8日に民進党に合流の上民進党側が国民民主党へ党名を変更する方式を取る予定である。一方で新党への不参加を表明する議員も相次ぎ4月25日には岡田常任顧問、野田前首相、安住氏元財務省、中川正春元文部科学省、枝田賢治元代表代行、 福田明夫元総務大臣政務官の民進党席を持つ無所属の会所属6人の衆議院議員が決闘届提出に合わせ集団離党する方向で調整に入ったほか翌26日には小川敏夫参議院議員会長が自身を含め17人の参議院議員が離党する見通しであると公表野党第一党を目指した国民民主党は衆参合わせて60人程度の 規模にとどまり、現在の野党第一会派である立憲民主党を下回ることが確実な情勢となった。国民民主党決闘大会当日となった5月7日、党所属の参議院議員18名と党籍を持つ衆議院議員9名の計27名が離党届を提出した。このうち小川敏夫、八郎義雄、元経産省 な田や正義参議院議員ら9名と6日付で離党届を提出した福田衆議院議員の10名が立憲民主党へ入党届を提出した。最終的に民進党から国民民主党へ参加したのは参議院から23名、党籍を持つ無所属の会の衆議院議員3名の計26名に止まった。同日、参議院の会派名を民主党、 新緑風会から国民民主党、新緑風会へ名称を変更し、無所属で同会派に参加する船山安江参議院議員を含めた24名で会派結成を届け出た。同日付で民進党が国民民主党への党名変更を総務大臣へ届け出て民進党の名称が法的にも消滅した。翌8日、希望の党から分党した政治団体。 国民党を、九州、国民民主党結成の法的手続きが完了した。なお、政党、会派の移動先は、以下の表の通り。選手防衛による、平和主義、憲法第9条への自衛隊名記反対、長時間労働の規制、基礎的所得保障の実現、原発ゼロ実現などを政策として掲げており、リベラル、中道左派色が強かった。 決闘大会において採択された綱領には、自由、共生、未来への責任を決闘の理念とし、公正、公平、透明なルールのもと、多様な価値観や生き方、人権が尊重される、自由な社会、誰もが排除されることなく、共に支え、支えられる、共生社会、未来を生きる、次世代への責任を果たす社会を実現するとした。以下は、綱領の内容。 規約上は民主党の制度を基本的に受け継ぐものとなっている。党員、サポーター制度は民主党時代の2000年の党大会で導入されたもので、党では FAQ の中で党員には規約、組織規則、倫理規則に基づく義務が発生するが、サポーターにはそれがないと両者の決定的な違いを説明している。党員の資格は 投稿料及びそれに基づく政策に賛同する18歳以上の日本国民で入党手続きを経た者、サポーターの資格は党所属の国会議員、地方自治体議員及びこれらの候補者等を支援する18歳以上の個人で定められた会費を拠出し、総支部に登録したものとなっている。党費は年間6000円で帰還し、民進プレスが毎号自宅に郵送される。 また党代表選挙に投票することができる。サポーターの会費は年間2000円。党代表選挙の投票権を購入するだけと誤解されがちだが、実際はサポーターであっても党が主催する講演会や勉強会、イベント、選挙ボランティアなどに参加することができるとされている。なお外国人サポーターは代表選挙に投票することができない。一般党員の入党。 サポーター入会は、最寄りの総支部で、地方議員の入党は選挙区を管轄する、都道府県総支部連合会がそれぞれ受け付ける。なお、国会議員の入党は、幹事長が受け付け、役員会と常任幹事会の承認を受けることが必要となっている。総支部は、党費、サポーター会費を受け取った後、その中から一定額を本部登録料として、 都道府県総支部連合会経由で本部に送る。また自民党の党有組織内市は政治資金団体である自由国民会議や国民政治協会と異なり、サポーターでも党本部が登録を受付管理する形式となっていて、党の政治資金団体、国民改革協議会に個人献金をしただけではサポーターとみなされない。ちなみに、旧民主党の党員、サポーターは 合流時に民進党に承継されたが、旧維新の党の一般党員については合流後、改めて民進党の入党手続きを取ることが求められていた。衆議院の小選挙区、参議院の選挙区ごとに総支部、基礎自治体ごとに行政区支部を要すると定められている。この他に自民党の職域支部に相当する任意の組織を置くことができるとされており、都道府県ごとに これら支部を束ねる連合会を設置している。この連合会のことを県連と略しており、正式には民進党県総支部連合会という。東京都、大阪府、京都府、北海道においてはそれぞれ都連、府連、同連になる。県連代表は現職国会議員をつけるのが基本であるが、県内の衆議院小選挙区に議員はおらず、 衆議院比例代表にも地元出身者がいない場合は、次の国政選挙の公認予定者をつかせることもできる。設立及び代表の選任手続きは事前に党本部に通知し、執行役員会の了解と組織委員長の承認を得ることが必要となる。また、県連の上に立つ組織として、衆議院比例代表選挙のブロックごとに、ブロック協議会を置くとしており、これは、 社民党のそれと同等の位置づけになる。分裂後の地方組織2018年5月の民進党の国民民主党への移行に伴い、地方組織も国民民主党が引き継ぐこととなったが、旧民進党の地方議員のうち国民民主党に参加したのは約半数にとどまり、無所属で活動する議員や立憲民主党に入党する議員などに分裂した。そのため、一部の県では、 旧民進党系地方議員の受け皿として、地方政治団体が設立された。以下に一例を挙げる。民進党の総支部は、自民党の選挙区支部に相当するものであり、現職国会議員及び、次回国政選挙の公認予定者の活動を支える、組織となる。参議院選挙区選挙の当選者と次回、立候補予定者は、都道府県連に所属した上でその下に置かれる。 参議院選挙区総支部の支部長となる。衆議院比例代表単独で立候補し当選した議員、及び参議院比例区選出議員、次回立候補予定者は、出身都道府県ごとに置かれる、衆議院ブロックピレイク総支部、参議院ピレイク総支部に所属しその支部長となる。なお、総支部長が国政選挙で落選、もしくは離党、除籍処分により、党席を失った場合は、 県連代表、または同県出身の他の現職国会議員を暫定総支部長とすることができる。その後、当該選挙区の次回立候補予定者が決まった場合は、予定者が総支部長に就任する。総支部長の選任と異動は事前に本部に通知し、執行役員会の了解と組織委員長の承認を得ることが必要とされる。行政区支部は自民党の地域支部に相当し、 地元の選挙区選出の都道府県議会議員とその地域の基礎自治体議会の議員が所属する。原則として一つの基礎自治体につき一つの支部とするが複数設置することが統制の拡大に寄与すると判断される場合は都道府県政令市議会議員の選挙区を単位とする行政区支部を議員一人につき一つ設置することができる。行政区支部長の選任と移動は 事前に本部に通知して、組織委員長の承認を得ることが必要とされる。地域型、自治体議員型のどちらの行政区支部も総支部の国会議員や公認予定者と緊密な連携を取る。自民党の職域支部に相当する組織として、都道府県総支部連合会、または総支部のもとに任意の組織を作ることができるとされている。民主党出身。 2017年9月19日現在、解散が確認されていない党内グループは以下の通り、民進党のグループは掛け持ち自由が基本のため人数通りの勢力を持つとは限らない。掛け持ち禁止のグループは通常派と呼称される。2017年10月以降は希望の党や立憲民主党との超党派グループに移行している。備考欄には、 最近の報道を掲載した。以上のほかマブチグループを党内グループとして挙げる報道もある。また、松野グループは、第48回衆議院議員総選挙にて、当選したメンバーは希望の党所属議員、立憲民主党所属議員が、それぞれ2名、民進党所属議員は誰もおらず、さらに、 旧維人の党出身で民進党籍を保持したまま当選したのが松野と、田元を分かった枝のみとなったため党内勢力を失った。このほか、野党統一候補として無所属で当選した船山康江と参議院委内会派、民進党、新緑風会を組んでいる。ありがとうございます。